週刊少年ジャンプで連載中で、掲載順で上位を連発するほど人気の坂本デイズ。2023年9月25日発売の43号にて、坂本デイズ第136話、神は手に、が更新されました。というわけで今回は坂本デイズ最新136話について振り返っていきます。本動画では坂本デイズ最新136話までのネタバレを含みますので、未読の方はご注意ください。本チャンネルは坂本デイズを語り合いたいがために動画を作成しております。動画の視聴に関係なくコメントいただけると幸いです。できればチャンネル登録もよろしくお願いします。それではどうぞ。スラー一派の狙いが1ヶ月後に奥多摩国立美術館で開催される。世紀の殺し屋展という展覧会に訪れる、原殺連会長の朝木星を殺すために、美術館と客もろとも爆破することだと、鹿島から聞いた坂本たち。世紀の殺し屋展では殺し屋の様々な資料を展示する、国内最大規模の大型企画展となっています。ちなみに世紀の殺し屋展の開催日程は10月末となっていましたが、正しくは9月18日と刊末コメントにて記載されておりますので、お見知りおきを。坂本はその展覧会に侵入するため、JCC に入学した時にもらえるスターターセットの一つであるコルトガバメントを、元伝説の殺し屋が愛用していた武器として出品し、関係者として侵入することを試みます。しかし、ジ・エンド、という名の謎の人物が、坂本の愛獣コルトガバメントを出品しており、先を越された坂本たちは出品できませんでした。行く手を阻まれた坂本たちでしたが、ルーケコンシリエリのウータンが教えてくれた闇オークションサイトにて、殺し屋店のチケットが転売されていることに気づき、100万、と高額スタートでしたが、坂本は落札することを決めます。しかしまたしても、ジ・エンド、という男が立ちはだかり、坂本の入札額を上回る金額を入札してきます。そしてその、ジ・エンド、という人物はオーダーの一人である神果てで、神果ては何としてでも坂本の展覧会への参加を防ぐために行動をとっていました。幾度となく行く手を阻んでくる神果てに対し、坂本は全面的に争うことにし、坂本、新、衆部 VS 神エッジでのバトルが始まりました。神果ては殺練史上最強のスナイパーだと歌われており、どこからともなく飛んでくる銃弾に坂本たちは苦戦し、坂本は利き手を怪我したり、いつの間にか購入していた坂本商店の所有者も、メッキメキに壊れてしまいました。ピンチになっていた坂本たちでしたが、そこへスラー一派の幹部の一人、熊の実との戦闘でスランプに陥っていた平助が助けに来て、ここは俺がやる、とたった一人で、オアデアの一人である神果てを相手にしようとしていました。平助はタイから帰国してきて以来、射撃演習で一度もまともに的に当てることができていません。スコープを覗くと、原作第127話で熊の実に向けた銃弾が、コースを変えられて一般人に当たってしまったことがフラッシュバックし、まともに狙撃することができませんでした。しかしこのまま引いてしまったらスナイパーとして一生ダメなままな気がすると感じた平助は、恐怖を振り払ってこの場に登場しました。それにイコライ坂商店街大サバゲー大会の際に坂本に、俺はここまで凄腕のスナイパーと戦ったのは初めてだ、という言葉を糧に自信を持って戦うことを決意します。そして坂本は平助が一人で戦うことを承諾し、坂本商店特製防弾ベストを平助に渡します。この防弾ベストはどんな攻撃でも1発は防ぐことができますが、同じ場所に2発目を食らってしまうと防ぐことはできないようです。そして平助はピースケと共に神果てとの戦闘に出向き、坂本たちは一応ついていくことにします。神果ては平助に狙撃されたことから、自身の居場所が割れていると気づき、狙撃ポイントを別の場所に移動します。そのため平助は敵の場所がわからなくなってしまいます。そこで平助は神果てが撃った銃弾を空中に上げ、それを撃つことで宣戦布告を行います。腹が立った神果ては平助に向けてヘッドショットを狙いますが、平助はそれを見越して真上にジャンプし、坂本からもらった防弾ベストに当てさせます。平助は神果てが自分の狙撃の腕に自信があることを見越し、頭を狙ってくることを予測していました。ただタイミングを合わせることは至難の技だと言えます。いくら頭を狙ってくることが分かっていたとしても、ジャンプするタイミングと敵が発砲してくるタイミングが合わないと、胴体に当てさせることはできません。宣戦布告の合図をしてから、発砲するまでの時間を勘で予測していたと考えられるため、狙撃の達人同士で理解できる部分があるのでしょう。
平助の意外な頭脳プレイが炸裂し、平助は神果ての居場所を特定することに成功します。必ず頭を狙ってくる。思った通りだぜ、という発言を、頭を指で叩くジェスチャーと共に行います。神果てには普段から遠距離で敵を見るからなのか、独身術を使うことができます。そのため平助の思った通りという言葉まで伝わり、神果ては、てか普通に今の練習みたいなつもりだったわ。全然本気じゃないから、焦りすぎでしょあいつ。肝、などとぶつくさと怒りをあらわにし、ここから反撃に転じます。神果ては今度は狙いを作業中のクレーンに定め狙撃し、クレーンを丸ごと倒さず綺麗にフックだけを落とさせます。そして今度は一方通行の道路標識を狙撃し、その勢いで道路標識はぶっ飛び建物に突き刺さります。そして先ほど落下させたフックの縄の部分を、ぶっ刺した道路標識に引っ掛けさせます。視点を持ったフックは落下する勢いを利用し、下にいた平助に向かって進んで息を襲いかかります。まるでピタゴラスイッチのような攻撃を瞬時にできてしまう神果ては、やはりとんでもない実力を持っており、長距離狙撃ギネス記録の保持者で、世界で最も影響力のある殺し屋100人に選ばれることにも納得がいきます。またアクションシーンに定評のある坂本デイズですが、前回に引き続き今回もアクションシーンが目立った回となりました。前回は坂本が車の助手席から電柱をわしづかみし、そこから方向転換をするというダイナミックなシーンを見せ、今回はクレーンのフックを道路標識を視点にして攻撃するといった、これまた迫力満点のアクションを見せていただきました。このピタゴラスイッチ攻撃を食らった平助でしたが、なんとか空中で体勢を整え、特定した神果ての居場所に向かって、得意の三連長弾を使用し、建物を利用しバウンドさせながら狙撃しようとしますが、うまく狙いが定まらず失敗します。平助に宣戦布告された上に煽られてしまい激おこの神果ては、平助の長弾を見て自分にもできると向きになり、弾の軌道を変えれるとアピールしようとします。通りすがりのバイクに向かって狙撃し、バイクの部品がバラバラに飛び散ります。そして回転しながら空中を飛んでいるタイヤに向かって、神果ては銃弾を放ちタイヤのリムの部分に擦らせ、タイヤの回転を利用して銃弾の軌道を変え、平助に銃弾を当てることに成功します。そして坂本の口から、神果ての強さは長距離狙撃だけじゃない、一発の銃弾で周りの状況すべてをコントロールできる狙撃手だ、と説明されます。神果ては自身のプライドを傷つけられると切れる、難しい性格をしていますが、今回の戦闘で見せた通り、周りのものをうまく利用して、自分の思った通りの状況を作り出せることができるという、圧倒的な実力を持っているとわかります。今後平助は神果に立ち打ちできるのか、どう立ち向かっていくのか見ものです。今回は以上になります。いかがだったでしょうか。神果ての実力を思い知らされた回でした。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。